窓のある室内で、聖母マリアと幼子イエスの親子のコミュニケーションの中心には、母がブローチの隣で手にしている小さな花々。ルネサンス期イタリアの芸術家、レオナルド・ダ・ヴィンチが1478年に制作したブノアの聖母。頭の上に細い光の輪をいただき、聖なる存在であることを明示される二人のうち、聖母がつける衣服の色の鮮やかさは控えめで、相対的に顔や手の色を際立たせています。母が手にする花は十字の形で、後にキリストが貼り付けになる十字架を思わせます。このような象徴的なモチーフによる表現に加え、肌を表す繊細なグラデーションから、聖母が身につけている衣装のひだの変化に富んだ描写まで、自然主義的な表現にも熟達していた、まだ若かったレオナルドの絵の実力が十分に感じられる作品です。